セグンドは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名は、カリブ海に生息するアジカの地方名にちなんで、命名された。コットンマウス、ジャック・レッシャー・アンバー・ジャック・セグンドは、1943年10月14日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1944年2月5日に、ジョン・ローレンス・サリバン夫人によって、命名。 浸水し、1944年5月9日に、艦長ジェームズ・ D ・ファルプ・ジュニア少佐の指揮下収益する。収益後偽装及び大やけみが完了すると、セグンドは6月15日にニューロンドンへ移動し、訓練を始める。6月26日にニューロンドンを出港、パナマ運河地帯を経由して、太平洋の戦闘地帯へ向かう。7月9日にバルボアを出港し、 真珠湾には7月25日に到着した。その後数週間を訓練演習及び下記の死者に費やす。8月19日及び20日に弾薬を搭載し、翌日に控えた最初の紹介への出撃に備えた。8月21日、セグンドは最初の紹介でシーホースホエールとウルフパックを構成し、フィリピン・スリガオ海峡方面に向かった。この頃、 ウィリアム・ハルゼー大将率いる第3艦隊がペリリュー島攻略支援でこの海域に進出した。日本海軍の艦隊が出動することを念頭に置き、ハルゼーはフィリピンとペリリューの間にセグンド、シーホース、ホエールを含む10隻の潜水艦を日本海軍が採用したような二重の3回戦を構成して配備させた。この3回戦は俗にハルゼーの動物園と呼ばれたが効果は 全くなく、以後の作戦で二度と採用されることはなかった。動物園に参加したセグンド以下の潜水艦は任務終了後ルソン海峡方面に移った。しかし、セグンドはついに一度たりとも目標を発見することはできず、一発の魚雷も発射することはなかった。10月21日、セグンドは60日間の行動を終えてマジュロに帰島した。 11月16日、セグンドは2回目の紹介で、トレパン、レザーバックとウルフバックを構成し、ルソン海峡方面に向かった。12月6日夜、ウルフバックは、バタン諸島海域で、フィリピンの戦いに使用する増援兵力を搭載したダマ34戦乱を発見。21時50分、セグンドは、北緯18度52分、統計121度57分、 北緯18.867度統計121.950度、18.867、121.950の地点で、レザーバックと共に目標に向けて、魚雷を発射。魚雷は輸送船艦シュロマルに命中し合う鎮させた。どちらの魚雷が命中したかは定かではない。セグンドは、翌7日にも、戦団を攻撃し、暗黒丸にも、魚雷を命中させ、暗黒丸は、 付近の海岸に漂着した後放棄され、アメリカ軍航空機の空襲により破壊された。1945年1月5日、セグンドは49日間の行動を終えて、グアムアプラ港に帰島。潜水母艦アポロによる整備を受けた。2月1日、セグンドは3回目の紹介で、レザーバッグ、シーキャットとウルフバッグを構成し東、シナ海及び航海方面に向かった。 セグンドは、この紹介で、朝鮮半島沿岸の浅瀬で、護衛艦を伴わない船に対して3度の攻撃を行った。最初の攻撃は3月6日に、小型船に対して行われたが、前段が外れた。2度目はその4日後の3月10日に、中型船に対して行われた。4本の魚雷が1000ヤードの距離から発射されたが、これも前段が外れた。3月11日、 セグンドは、北緯34度25分統計127度54分、北緯34.417度統計127.900度、34.417、十 34. 2 7 9 0 0の地点で、貨物戦勝リマルに対して、浮上攻撃を観光。2本の魚雷が発射され、初段は戦備に命中、2発目は戦隊中央部に命中して、 カツトシマルは2分ほどで沈没した。3月26日、セグンドは54日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。4月26日、セグンドは4回目の紹介で、東、シナ海に向かった。この紹介で、セグンドは救助配備任務を命じられ、その後5月16日に、東、シナ海の任務海域を離脱した。5月29日、 7隻の2本マストを持つ100トンほどのスクーナーに対して砲撃を行い、これらを撃沈した。その2日後の5月31日、1250トンの4本マストを持つ船を発見し、2本の魚雷を発射。撃沈と判断された。6月3日には別の船を砲撃で撃沈。6月9日にも2隻の小海底をこれも官砲による砲撃で沈めた。 6月11日、セグンドは、北緯37度11分統計123度23分、北緯37.183度統計123.383度、37.183、123.383の地点で、第二福井丸を撃沈した。6月21日、セグンドは54日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。艦長が、 ステファン・エル・ジョンソンに変わった。8月10日、セグンドは5回目の紹介でオホーツク海方面に向かった。5日後の8月15日に戦争が終わり、セグンドは8月24日に東京湾へ向かうよう命じられた。8月29日に日付が変わって間もなく、セグンドは三陸沖を南下中にレーダーで目標を探知した。4時過ぎには相手の歓迎が見える 単焦灯による発光信号を停戦せよを送った。相手は、うるしい干渉機種を終戦で果たせず、大港に向かっていたイ・ヨンヒであり、終戦協定に定められた黒い気球と三角旗を形容していた。セグンドはイ・ヨンヒまで300メートルに接近し、荒ぬくわ立てをすれば撃沈すると通告した上で、数度の往来を行った。イ・ヨンヒは、 打法を受理し、セグンドと共に、東京湾へ向かうことに合意した。二隻は8月31日に、相模湾に入り、5時をもって、正常機が E401 に掲揚された。この時、E401 に座上していた第一潜水船隊司令、有泉龍ズミ・スケ大佐が自室で自決し、セグンドに気づかれないよう推送した。ただし、有泉ズミの自決日は8月29日とする資料もある。 相模湾に入ってからイ4 0 1の誘導薬を駆逐艦に譲ったセグンドは9月2日の日本の幸福文書調印式典に他の潜水艦11隻と共に参列した。式典翌日の9月3日に東京湾を出港。9月12日、セグンドは30日間の行動を終えて真珠湾に帰島した。セグンドは E401 のダホにより 捕獲という戦果を持つ潜水艦となった。セグンドは西海岸へ向かい、サンディエゴで第三潜水戦隊への配属を命じられたセグンドは同地を拠点として活動を始めた。1946年にはオーストラリア及び中国への3ヶ月の巡航を行い、1948年には中国への4ヶ月の巡航を行った。朝鮮戦争が勃発するとセグンドは、 極東に派遣され、韓国海域で1950年7月から9月まで国連軍を支援、その後11月後半にサンディエゴに帰還した。1950年母校に帰還したセグンドは任務を再開し、1952年8月15日に再び韓国沖の第7艦隊に合流した。この配備は1953年2月16日に完了した。 続く16年にわたってセグンドは母校を拠点として西海岸沿いに活動した。1953年から1969年まで、セグンドは1956年、1957年、1961年、及び1963年を除く毎年西太平洋に展開した。1970年7月、調査委員会はセグンドが もはや任務に適さないと判断した。セグンドは1970年8月1日に退役し8月8日に除籍された。その後サーモンによって標的艦として海没処分された。セグンドは第二次世界大戦の戦考で4個の朝鮮戦争の戦考で1個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。